今回は友達も連れています。案内するよ、ケロモン。これに乗ります。スーパーで買ったものです。豪華な夕食。曇りみたいね、天気は。天気予報をチェックしています。なるほど。出発する。オペラ座。開いてないけど店が何から売ってたの。パリでオペラ座からまっすぐ歩ってきました。パリの街、歩ってたらルーブル美術館に着きました。ルーブル美術館です。美術には興味なしケロモン。あ、お母さん発見。パリ観光中、そして歩くお母さん。さあセーヌ川に来ました。きれい。どうですか旅は。ノートルダム寺院を目指しますよ。ノートルダム寺院へいざ。橋に鍵をかけると恋人たちが永遠に愛を育むことができるっていうところに来ました。二人ともオスなので鍵はかけません。残念。壁を散策する母。ああ、セーヌ川。ノートルダム寺院はもうすぐです。お嫁さん。わあ、おめでとうございます。ジャポネ、え、ジャポネ、yes. おめでとうございます。わーい、おー、日本人の嫁さんだ。
麗綺麗。どれどれ。ああ綺麗。Thank you, thank you。だってどうしてまっすぐだってまっすぐケロちゃん。まっすぐです。これ渡ってまっすぐ。ね、はい。お花屋さんマーケット。何？ああ、フリポンのお友達。綺麗ね。カタツムリ。そしてカエルくん。じゃんけん。ノートルダム寺院です。すごい行列並んでます。ここが鳩場みたいになってるのね。ノートルダム寺院。さあ、ここのお船のカフェでお茶飲もうと思います。パパラッチ、パパラッチよ。そしてカギ、愛を誓うカギ。食べてない。うん、これは水上バスだ。カフェでこれからご飯です。うわすごいいい感じ。メッシー。おー、ノートルダム寺院の脇の、あんたのはちょっと変な、船の上のカフェ食べてますね。いただきます。セーヌ川で釣りしてる人、どうやら釣れたらしい。釣れた魚を自分で写真に撮って、どうするの？食べるの？ないよ、こんなオケ持ってないよ。うん、どうするんだろう。逃がすかね。あ、まだ生きてる生きてる。おー、おーおー、キャッチ&リリースですね。ブラボー。キャッチ&リリース。この川では釣れるらしいね。ここからエッフェル塔の椅子が見えます。バス乗ってます今。
お寿司でパリの空港にクマとやっぱりキティちゃんもいます。韓国インチョン空港韓国インチョン空港でこれから日本に帰ります。